地上233メートルの高さから時速およそ200キロで急降下するマカオタワーのバンジージャンプ一昨日このバンジージャンプを飛んだ56歳の日本人の男性が亡くなりました男性はバンジージャンプの直後に息切れを起こし 心肺停止搬送先の病院で死亡が確認されました10年前実際にマカオタワーのバンジージャンプを飛んだこちらのシ原さんは控室でジャケットとか着てハーネスつけた状態でまあガイドされて歩いていくんですけどもその時にふっと下見た時にすごい怖い感覚があってタワーの壁がだからすごい勢いで スーッとあの落ちていく流れていくのを記憶したんです、うん、あるんですが、今回なぜ男性は亡くなってしまったのでしょうか？専門家は、まあおそらく不眠脈だというふうなことっていうのが一番考えられるんじゃないかなと思いますね。やっぱりあの高いところから急に低いところに行ってまた上にあるすると気圧が低いところから。 まあ正常なところそれからまた低いところに、すごい短い時間でまあ動きますよね、人間の体っていうのは、大体許容してくれるわけですよ、いろんな変化に対してで、たまたまそれが許容されないような事態っていうのは、バンジージャンプじゃなくても、いつ突然自分に起こりうるかもしれないっていうことは、やっぱり可能性としては、もうやっぱり否定できない。